日本獣医生命科学大学はこちらをご覧ください。ここではキャンパスについて紹介されています。獣医学部と応用生命科学部の2学部を持つ日本獣医生命科学大学、そのメインキャンパスが武蔵境駅南口から徒歩2分のところにある第一校舎です。高度な研究のための設備や実習室、動物医療センターなどが並ぶこのキャンパスに2014年新校舎ができました。この E 棟には獣医保健看護学科、動物科学科、食品科学科の研究室や実習室、体育施設があるんです。また日本医科大学医学部の研究室なども入り、2大学の連携拠点としても期待が集まっています。獣医学のほか、動物看護や産業動物の育成管理、バイオテクノロジー、食品の美味しさ、安全性、機能性など命に関する幅広い研究がこの大学では行われています。この新校舎はこうした学問に興味がある皆さんの心強い学びの場になりそうですね。